得な生き方と損な生き方。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。田中浩二です。今日は損得の話なんですけど、お金の損得じゃなくて人生の損得についてのお話をします。一番人生で損してるよなって思うのは何かって言えば、嫌な気分でいる時間がすっごい損だなって僕思うんですよ。例えばね、1日24時間しかなくて、まあ3分の1寝るとするじゃないですか。まあ3分の1寝れない人もいるけど、まあ例え話。で、人生1日の3分の2しか起きてないのに、その起きてる時間、16時間しかない、16コマしかない時間の中の、例えば1コマ1時間を、なんか嫌なことがあって、嫌な気分で過ごしてたら、すっごいそれって損してません。1日の価値の16分の1を嫌なこと使ってるんですよ。すっごい損してますよね。で、例えば、そのお金で言うと、お金が欲しい理由って何かって言えば、何かを買って、それを手にした満足感っていう喜びを感じたり、あと、そのまあ食べた美味しい食べ物って言ってたりね、あと、お金があることで、将来の安心感を感じたり、つまり、ポジティブな感情を感じるためにお金が欲しいわけでしょ。だから、極端な話、お金がなくても、ポジティブな感情を得られれば、目的は達成できてるわけなんですよ。人間の全ての願望は、その自分がそう感じたいっていう感情を体験したいから、そのものが欲しいっていうことに紐づいてるわけなんです。で、お金が欲しい人は安心感が欲しかったり、そのお金を使っていられる体験、ものを持ってやったっていう満足感とか、そのブランドが自分にふさわしいと思ってる、自分の価値観を高めてるような感覚を味わいたかったり、美味しいものを食べて美味しいって感じたり、高級な食べ物を食べてそれにふさわしい自分になってる感を味わいたくてお金を使ってるわけなんですよね。全部の願望っていうのは、そう、車が欲しい、家が欲しい、仕事がこうなりたい、ああなりたい、彼氏が欲しい、彼女が欲しい、もうそう、全部そう。その例えば、まあ結婚した幸せな感覚を味わいたいとか、愛されたいとか、愛したいとか、育児経験してみたいとかっていうのと一緒でしょ。そう、全部体験したいってことに紐づく、感覚を得るためのものなんですよ。でね、その何か嫌なことがあって嫌な気分で過ごした1時間って、それの真逆のことなわけですよ。誰かに何かされました、嫌な気分になりましたで1時間過ごしてると、それってなんか一番貴重な時間っていう最大の価値のあるものを、もう嫌な気分で過ごすっていうことに使ってるっていうのは、お金に換算できないぐらいの損失なんですよ。だから、なんかね、その、僕も若い頃、なんか、やっぱり、同じ職場の人でも、いつも怒ってる女の人とかいたんですよ。いつも何か不満、誰々さんはこうで、ああでも、みたいなとか、まあ、シャレでね、半分笑い話としてやってる側面もあったのかもしれないけど、でもそう過ごしてるって、一日気分悪く過ごしてるわけですよ。で、周りもそれ、ね、笑ってる人はいいけど、なんか、直属の部下なんかは嫌な気分になったりとかするかもしれないし、で、そのマイナスのエネルギーをもう吐き散らして、で、周りにも伝染させちゃうってことなんですよね。もう人類にとってマイナスっていうか、まあ、大したことじゃないんだけど。でも、本人にとってすっごい損してるわけなんですよ。だそういう気分をいかにして断ち切るかってことがすごい重要なポイントですよね。人生の価値って、いかに毎瞬間毎瞬間気分よく過ごしてるかっていうことの積み重ねで一日が構成されてて、その一日ああ楽しかった幸せだったの積み重ねで一年が出来上がってて、でその一年が100回積み重なって人生が出来上がってるわけですよね。だから毎瞬毎瞬を幸せに楽しく過ごすってことがすっごい大事。なんか怒ったりする、
怒るタイプだったり文句言いたくなるってあるじゃないですか。ね、不満。だけど、それはその瞬間に留めて、すぐに、あ、でもこんなこと話してても不毛だしとか、人の悪口とか人のこと批判するっていうのは、結局マイナスのエネルギー発してるわけだから、結局自分に返ってきちゃうじゃないですか。そういうのも頭で合理的に考えてもやめた方がいいなってわかるだろうし、はって気づくことがない。気づくためにはどうしたらいいかというと、普段常日頃から魂の自分を意識し続ける練習っていうのがすごく大事になってきます。どうしても没入しちゃうんで、体の方に。いや、そうしないとゲームに没入できないとつまんなくなっちゃうから、わざとそういうシステムになってるんですね。その魂の存在とかなしで、もう全部ひっくるめて自分ですよっていう人間になってるからこそ、失敗したり、怒ったり泣いたりとか、その未熟な経験をいっぱいできるわけですよ。もう通行な魂の状態だったら失敗とかないですからね。悲しんだり怒ったりできないですから。だからそれだとつまらないから、わざと、その、動物みたいになって怒ったり悲しんだりするようになって、でも一時的にしてそこに執着して取り憑かれてしまうと、もう人生がそこから身動きできなくなっちゃう。そういうのがちょっと現代社会多いのかなと思うんで、まあそういうのに普段気づけるように常に魂を意識して過ごすっていう生き方をちょっと提供して提案したいなと思って、田中波動学校ではこういうね、ちょっと取り留めもない話をしてますけども、何かこういうの聞いて、ああ、そっか、そういう考え方あるな、みたいなのが、一個でもね、感じてもらえるようであれば、嬉しいな、っていうふうに思います。人生の損得で一番大事なポイントは何かっていうと、お金とか、逃げかけどことか、そういう、唯物的な損得以上に重要なのは、自分の感情が今、楽しいか、苦しいか、っていうことです。だからなんか嫌なことあっても、いいことの方にすぐ意識をフォーカスして忘れる練習をするっていうのも大事ですね。結構気分よく過ごすっていうのを人生最大のテーマにして生きるっていうことが、これは波動を意識したスピリチュアルな生き方には絶対的に大切な要素なので、ぜひこれは皆さんもね意識してほしいなというふうに思いましたので、今日この話をさせてもらいました。画面見なくても聞き流してね、あ、なんか一個、あ、そうだよなみたいな、心が少しでも、気づきみたいな反応をしてくれる人がいたんであれば、動画作ってるやりがいにもなりますので、嬉しいなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日もご覧いただきありがとうございます。素敵な明日をお過ごしください。